よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気そうで今日は元気元気です。ありがとうございます、はい、もう本当1週間を切って直前のお忙しい時に、とんでもないです。ありがとうございます。元気いや元気ですよ。今デプリート中。今デプリートしてます。お昨日のショー TV 大石一真選手がアップされましたが、あ見ました。ご覧になってますか。まあクラス A は、うん、もうそうですね。ご存知の通り楽しいよね。いやそうですね。面白そうですね。テンション上げていこう。テンション上げていこう。いやテンション上げてるつもりだよ。いや本当ですか。石川選手そういうテンションだっけ。うん、いや割と大体こんな感じですね。割と一定です。すみません、はい、野沢翔司会者ということでテンション高めで行かせていただきますので。ということでまずは肩慣らしでこのコーナー行きたいと思います。うん、参りましょう。はい、クエスチョンエクスプレスでございます。よろしくお願いします。はい、これはね、はい、ショー TV が用意した質問にテンポよく答えていただくコーナーということでね、うんうん、ゲストがどんな方なのか、はい、どんな減量調整をしているのか、ショー TV の視聴者の方にも共有いただくコーナーでございます。ということで石川選手いきます。ご出身は。静岡です。ご年齢は。31になりました。あだ名は。イッシーって言われてました。身長は。160ジャストぐらい。現在の体重。61.5 ぐらいですか。もっとありそうに見えるよね。これがいいボディービルダーですよ。減量期間。今年は8ヶ月ですね。減量幅。15キロ。チートデイは入れてますか。はい、週1は入れますね。チートデイの食事の内容は。もうジャンクフード目いっぱい食べます。おジャンクフードって、はい、ハンバーガー。いやもうマックが大好きで、おマクドナルドで死ぬほど食べます。減量でうまくいくコツは。やっぱり最初から頑張りすぎないっていうところですかね。今回は有酸素も大会ギリギリまでやんなかったですし、カロリーもかなり取りながらやってたんで、最初からあんまりストレスがたまらないように結構時間かけてやるっていうのがポイントじゃないかなと思います。現在1日お水は何リットル飲んでますか。3から4リットルぐらいですかね。1日何食食べますか。3から4です。お意外に少ない。朝は固形物あんま取らないようにしてますね。食事のタイミング、その 3,4 食取ります。プロテインも入れるのであれば4食かな。朝プロテインと生卵。お昼は普通に12時から1時ぐらいに固形物取って、そっからトレーニング夜やるんですけど、トレーニング前に1食取って、トレーニング後に1食取る。続いて睡眠の時間は。6から7時間ぐらいですね。苦手な部位。もともと胸が苦手でしたね。もうこれは改善できてるってことだね。そうですね、うん、逆に得意な部位。腕、肩。トレーニングは週何回ですか。今は週7です。オフなし。オフなし。こらこら悪い子だなすいません。肩ぼらないために意識していること。家を常に飲んでますね。ポージングの練習方法は。三脚を一番低くして、スマホでメインカメラ、自分の姿が映らないように審査員を見立てて。仕上がりの基準。お腹の血管が下から上までバッチリつながれば。最終調整の方法は。まあでも本当にオーソドックスなやり方ですけど、ディプリートを4日から5日ぐらいかけて行って、カーボアップは大会の1日半前から。カーボは1日半でどれぐらい入れますか。2日前が夕方からカーボを入れ始めるんですけど、200いかないぐらいですかね。で大会の前日は300ぐらい。ご自身の強み。バランスですかね。やっぱりアウトライン、トップ選手の中では相当体重少ない方だと思うんで、やっぱバルクよりかは、うん、そのバランスで勝負っていう。あとミッドセクションは自分の強みかなと思います。さあそんな最強の自分の強みを持った石川選手、オリンピアマチュアジャパン2022年、ズバリプロカードを取るのは。私です。 OK。 いやでもどうですか、前回の大石選手と石川選手のあの一騎打ちは非常に盛り上がった。そうですよね。どうだった、あの自分自身。いやもうでも一真さんを初めてバックステージで見た時に、まあ、みんな注目されてたんで、まあ本当にいや化け物だなとしか思わなかったんですけど、うん、ちょっと規格外だなっていう印象。実際こうラインナップしてポーズを取っている中で、どん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 2人がもう一騎打ちに近づいてってるなってのがだんだん分かってたと思うんですけど、あの時ツートップで比較された時、正直ベースでどうでした。今日勝ったなと思った。いや正直本当に分かんなかったですね。どっちを評価されるんだろうっていう。
まあコンディションで言ったら私もかなり絞れてたと思うので、その絞りとか加味されたらまあいけるのかもしれないけど、バルクの評価をされたら勝てないんだろうなって思いましたけど。うん、でも結構楽しかったんじゃないですか。そうですね、うん、本当に ああいう本当にちょっとすごい選手となんか一緒に戦えたっていうのは私の中でもやっぱ自信になるというか、うん、嬉しかったですね。まあ、あのミッドジャパンチャンピオンシップス、はい、本当に2人とも、まあ、今まで以上に注目を集めた、まあ、大会だったと思うんですよ、うん、で勝ったのは石川選手です。ただそれと同じくらいに大石選手も同じぐらいの注目度を集めて、これちょっと許せないんじゃないですか。いやそんなことないですよ、うん、許せないことはないですよ。いや素晴らしい、素晴らしい選手だと思います本当に、うんうんうん、でリージョナル、まあ、2度のオーバーオール優勝、クラス A を取りに行くっていう準備はもう万全な体制が整ったと思うんですが、石川選手がフィジーク競技において こだわっているところってあります？やっぱり一番は減点されないこと、どこか飛び抜けてるよりかはマイナスがない。やっぱ私もともとその採点競技をやってたので、体操競技をずっとやっていて、ほうなんかそれがもうなんか染みついてるというか、絞りもそうですし、まあ、全体的なバランスもそうですし、ポージングもそうですし、全体的なそういうシルエット、まあ、髪型もそうですし、その肌の感じとか、うんうんうん、とにかく減点ポイントを作らないっていうのを心がけてます。めちゃめちゃ深いヘッドジャッジのね、坂部さんもそれをよく言う。まずこう減点をされないこと、うん、体操はいつまでやってたんですか？小学校3年生から大学4年まで。いつフィジーク競技にこう転向しようと思った？これは社会人になって、まあ私あのライザップに勤めてたんですけど、そこの上司からそれこそ2018年ですねに、お前も大会出た方がいいよっていう言われて、まあなんかじゃあ出てみるかと思って出たのがきっかけでした、うん、その上司もフィジーク選手として大会出られてたんで。上司は長野さんですか？ああそうです、そうです、長野さんですか？長野さん、本当、はい、FWJ はもう初めの頃から活躍して、今もこうすごい活躍している選手でね。オリンピアアマチュアジャパンクラス A はもう激戦も激戦、うん、もうこれは僕の予測です。完全に僕はこの一観客として考えた時に、クラス A 取った選手がまずプロカード1枚は取るんじゃないかなと、うん、いやそれは間違いないかなと思いますね、うん、はい、いよいよもう1週間切りました。ガーデンシアター最高の、ね、会場で戦うわけですけれども、今回一番警戒している選手とかいます？クラス A、 いやもうでも皆さんおっしゃってる通りかなって思うんですけど、やっぱり寺島亮選手ですかね、うんうん、やっぱりマイナスがない、減点箇所がない、やっぱバランス型なんで、かなり強い選手じゃないかなと思います、うん、ってことはもう並びたい選手も。そうですね、うん、どうですか石川選手は、ミッドジャパンはるかに超えたコンディションで、まあ、私自身もそうですね、その10月の大会よりもさらにもう少し絞って臨む予定なので、うんうん、まあ、コンディション的にはさらに良くなって出れるかなと思います、うん、もう過去最高のコンディションは作れました？まあ、今現時点だと10月のミッドジャパンと同じぐらい、ここからもう3日でさらに絞れる、変わりますよね。さあ最後に IFBB プロにかける思い、そしてこのオリンピアマチュアジャパンプロクオリファイに意気込みお聞かせください。まあ、出るからにはやれることは全てやりきるつもりで出るので、もちろん優勝を狙ってもう 120% 出せるように最善を尽くしますのでよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。今日はね直前まさにディプリート中の一番しんどい中、しかもお仕事中、お時間作っていただいてありがとうございます。いえとんでもないです、こちらこそありがとうございます。もちろんプロになってプロ賞出ていい結果出して、はい、このスタジオに招待させてください。そうですね、はい、今日はありがとうございます。はい、ありがとうございました。では当日お会いしましょう。はい、はい、よろしくお願いします。最高のステージ準備しておきますので、はい、私ももう最高のコンディションで臨みますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。クラス A 石川選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。